この時間はストボ ir 企業インタビューのコーナーをお送りします。ゲストをご紹介します。東証一部上場証券コード7199プレミアグループ株式会社代表取締役社長柴田陽一さんです。こん,すこんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。 素敵な社名のププレミアグループさん,んありがとうございます、はい、改めてまずは業態からお話、教えていただけますか、はい、あの私どもはですね、まあ、国内外で、えー、オートモビリティに関連する事業を展開しておりまして、はいえー、今あの、コアの事業としては2つございます、あの赤でくぐ、えー、ってありますファイナンス事業、はいまあ、こちらはあの車をおが売買されるときにです、ねまあ、私どもの方がまが、あ、クレジット、はい、分割払いの方をまを、あ、提供させていただいたり、またはあのオートリース、リースを提供させていただいている事業でございます。はい でもう1つの事業としましては、えー、故障,保障授・保証事業。こちらは 同じく車が壊れたときに、車が壊れたときの故障,故障のですね修理費用、こちらを補償する事業、こちらが故障補償事業という形になってございます。現在、新たな事業として、こちら下にございます、あらゆるオートモビリティに関連するサービス事業というものを提供していると、こういったような企業になってございます、はい、これファイナンス事業のところ、自動車が対象になってますけども、これ、中古車と考えてよろしいですか。ほとんど 中古車がですすね、えー、メインという形になっております、はい、それから、えー、とワラントワランティー故障保証ですけども、はい、これは自動車事故とかの保証じゃなくて、故障した時の保障、えー、おっしゃる通りですねあの、車がやはり故障するケースがございます、はい、またこちらもあの中古車がメインでございまして、はい、まあ新車の場合は、 あの3年間、あのメーカーさんの新車保証がついているんですけれども、はい、まあ3年を経過しますとこのメーカーさんの保証がなくなりますので、はい、えそういった場合にわれわれは中古車のですね、えー、故障した場合の保証をまあ提供すると、まあ、こうういいっったよなな商品になってございますで、まあ、今後の展開ということでオートモビリティサービスというふうにこう書いてありますけれども、はい、まあ海外展開ですとか、まあ、自動車の IoT ですとかそれから修理ですとか、はい、こういったいろんな部分をワンストップで行っていくのが特色といいうううふうに考えてよろしでですか、はい、そうですかそおっしゃる通りになります。はい とということを踏まえていただいて業績面はいかかがでしょうか、はいはいえー、今期、えー、3クォーターを、まあえー、先週、まあ、公表させていただきましたが、まあ、おかげさまで、えー、営業収益の方は約130%近いから、はい、まあ税引き前利益の方はですね、まあ、こちらは少しあの今期特別利益がございましたので、まあ、大きく利益が伸びておりますけども、はいまあすべての数字がですね順調に推移しているという形でございます。 これどうでしょうやっぱ景気の好不況にはあまり左右されない業態って考えてよろしいで今期の場合はですね、はい、あの消費税の増税がまあ10月にありましたので、はい、2>, えまあ2クォーターまでは非常にまあ順調にあの大きく推移をしております、はい、で3クォーターに関しましてはわれわれの競合各社すべてまああの数字、公表は出てますけれども。はい ほぼ対、まあ、前年がまあ95%ぐらいの実はあの数字だったんですが我々はおかげさまで、はい、この次にあの数字が出てくるとは思うんですけども。はい まあ120%近い数字を出させていただいてますので、非常に順調には推移しているといいう形でございます、はいはい、そして、それぞれの事業の部分で教えていただきたいんですけども、まずはクレジット事業、これ、方いいは、えー、今期、参考とは累計で、対前年同期ー135%という形で、今までのないまあ大きな伸びがございます。 でこちらあのまあサンコー単独でもですね120%近い伸びをしておりますのであのまあ増税の影響もですねかなりあのまあ減じしてシェアをしっかり伸ばしているということが言えるのかなというふうに思っております。9年連続右肩上がりで増加ということですよね。はいはい、それからえっともう一つのところそれからもうここでクレジット需要で伺っておきたいのはこれ。 中古車ローンですよね。そうですということは一回貸し出しすると、こう積み上がっていく時期われわれ、実は残高がどん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 積み上がっていきます、一つのローンを組まれた場合、大体3年から4年ぐらいでローンをお組みになっていただいてますので、3年間は残高がどん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 積み上がってきますので、そこからあの前期収益を計上しているという形で、利益もしっかりストックできているというまあ特徴がございますである意味では、だからサブスクリプションということが言えるそうです、ね、ということです。はいはい からえっ、ー、と故障の保証のところのワランティーですがこちらも順調な推移。はい。えー、こちらもですねあのまあ今期あのーまあ EJS という会社をですね、えー、まあ A and A で100%子会社化しましたので <laughs>、はい、まあそちらも含めてですねまあ150%近いあの伸びという形になってございます。はい。 そして御社の強みっていうのはどういうところと考えてますか。あのまあ我々ファイナンス会社の場合というのはあのまあ競合審判がほとんどその銀行のですね、はい、まあ系列という形になってますのでまあ非常にその銀行業法の規制を受けるという特徴があってですねまあいろんなビジネスの展開というのがどうしてもこう制限されると、はい、まあ我々はまあ実は唯一国内ではですねあの独立系という形でまあ縛られることなくですねまあいろんなこうまあビジネスチャンスにですね、はいろんな 商品を提供できるといいう強みがございますですから、まあ、あのワンストップで行けるように、まあ、整備もできればワランティーもできれば、はい、ということ強おっしゃるとですね、はい、中期的にはどんな方向を向かれてるあの、まあ、私ども今まで、まあ、創業後、まあ今年ちょうど13年になるんですけれども、はいまあ、このオートクレジットからこの交渉保証事業、まあ、この2つの事業を、まあ、メインに、えーまあ、オートクレジット企業という方がまが、あ、正しかったんですけれども、はいまあ、今後はあのそれをもちろん拡大はしていきますけれども おーまあオートモビリティに関するいろんなこうビジネスがあ今後、広がっていますのでそちらをですねえ第三の柱という形でまあオートモビリティ企業という形に変換していきたいというふうにまあ考えていますその意味ではまあ裾野としては結構広いというふうに見てい,いわけですそうですすねねそう実は私ども今、自動車販売店のネットワークというこの下にございますけれども今2万社、2万2000社のネットワークを実は持ってございます。はい でまあ、整備工場の場合はあ,のあまり車を販売するということがなかったものですから、ね、あまりネットワークを持っていなかったんですけども、まあ今年から、えー、もうすでに700店舗ぐらいをネットワーク化しておりますので、えーまあ、あの3年以内にはです、ねまあ、4万点からまあ5万点ぐらいのネットワークをです、ね、国内に築いていきたいと、はい、まあそれによってこのファイナンス事業、故障・保障事業だけではなくて、まあ、あらゆるサービスというものがまあ提供できるというふうに考えております。はい まあつまりその中古車販売店等々を経由したファイナンスということですから我々から見るとなかなかあの御社の名前が見にくいところはあるんですけどもそういった意味でその進行が拡大してきてきいる、ねはい、あの非常にシェアはの伸びておりますのであのですから業界ではかなり我々の年バレール出てきているんですあお客様がですね 例えば中古車をご購入されてどこのクレジット会社で組んでいるということで少し見直していただければ、はいまあ、我々の名前が出てくるケースは結構あるのかなといいううふうには思ってございますあとそのモビリティサービス、故障保証のところも例えばその自動車の雑誌なんかで買われた方なんかにこれついてるそうですねあの今、リクルートさんのカーセンサーさんと業務提供させていただいてまして、えー、カーセンサー保証というのは私どもがすべて提供させていただいております。そうういいいっった意味でもう広がりがりずとととと拡大してきてきるこ 日本でもやっぱり最初は新車じゃなくて中古車からこの車始まってきたと思うんですが、はい、今まさにアジアっていうのはその時代だと思うんですがアジア展開についてはアジアの場合はです、ね、あの特徴としては日本車が非常にたくさん走ってるいる、はい、というところとです、ねまあ、今後、の車のです、ねえー、まあ保有率というものがまだまだどんどん上がってくるという状況ですので、はい、えまあ非常にビジネスチャンスは大きいかなというふうには感じております。 これはやっぱりそのタイムマシンのように日本で行ったことがもう1回アジアでも行われるというふうに見ていいんでしょうか、はいはい、あのこれは非常にあのベンチマーク日本でやってきたことをベンチマークしていけばです、ね、東南アジアであのもう非常に高いビジネスチャンスを持っているというふうに考えておりますこれ逆に言うとどううでしょうかそのアジアということを考えると、まあ、中国なんかも入ってくるとは思いますけども東南アジア含めて新型ウイルス肺炎の影響とは、ねね、我々の場合はあくまでサービスを提供している企業でございますので、えーまあ、何かそちらに大きな影響があるという はい。 そして、えー、と数値的な経営成績の見通しという部分ですが先週、同じく中期経営計画をです、ね、23年3月期まで出させていただいております、で25年3月期はです、ねえーまあ、目標という形で出させていただいておりますが、あのまあ、毎期右肩上がりに営業収益、または利益に関してもです、ね、順調に二桁成長をさせていただけるというふうふに発表させていただいております。 積み上げ方式ということですから当然、ながら分母がだんだん分とかあの積み上げが大きくなっていくのでやっぱりさらに伸びていく残高はしっかりとあのトップラインを伸ばすことによってあの伸びていきますので、まあ、そこから毎期、送りのべの,の営業収益が上がってくるというところから利益の方はある程度こう計算しやすい、えーまあ、数値になっているのかなという,ふうには思っています。 そして財務的な目標、例えば ROE37% を目指すとすとこれもすごいんでよ現状で24.8%と高いんですけども、はい、まあさらに、あのーまあ、財務内容というものをです、ね、しっかりと改善していって ROE を上げていきたいというふうに考えてございます純資産総額ではあ現状154億円ですがこれ倍増ですね、110億円。はいはい それから時価総額、現状270億円ですがこれも3倍から4倍ぐらい増えてきて1000億円を目指すと。そうですねあの、まあ、純資産額に関しましては、まあ、しっかりとあの財務留保をしてです、ねえー、次のステップへの,その成長資金にしていきたいという考え方もしておりますし、えー、また、時価総額に関しましてはあの、まあ、この1000億でも目標とする数字で、まあ、PR が20倍強ぐらいですので、はい、まあそれほどこう何か無理なその目標ではないのかなというふうには思っています。 毎期、毎期着実に積み上げていくことによってこういった目標に近づいていくこを達成しようという方向と考えて株主還元の部分いかかがでしょうか、はいあのまあ、今期に関しましては、えー、44円という形で、まあ、前期42.5円に関して増配をさせていただきましたが、まあ、こちらもしっかりと株主還元ということで、まあ、配当という形で毎で、ね、期増配をまあしていきたいというふうには考えてございます。 とということでまあ業績、それから業用ともに移民肩上がりになってきているというところで。 今後やっぱりどんどん頑張っていくよっていうところがとても伺われるんですけども。はい、ええー、投資家さん、結構ご覧になっていると思いますので、はい、社長からメッセージ、はい、頂戴できるとありがた、はい。あの、まあ、私ども現状の、まあ、クレジット事業。から、ワランティー事業、こちらの方は、まあ、毎期二桁成長という形でですね。しっかりと、まあ、ベースの収益は。あの、積み上げることができるというふうに考えてます。で、今後、まあ、この車の業界って、もう、非常に大きく変わってきますので。まあ、そういった波というものをしっかりとキャッチアップする戦略。 取りながら、まあ、この3年間というのは地域経営計画も、ねえー、公表している数字をしっかりと達成できるように目指していきたいなというふうに考えております。 これ背景としてはどうですかやっぱり日本全国の展開を、まあ、今あのコールセンターなんかもお疲れしています全国展開をさらに面を広げて,てあの拡大させていきたいというふうに考えてございますで当然ながらやっぱり海外部分アジアというのも視野に入って東南アジアを中心にですね海外という形もあのビジネスチャンスが大きいという,ふうに思っておりますのでしっかりと目指していきたいというふうに考えています逆に新車の方がややもたつきムードにあるときって中古車の方が。 アップしてくる。そうですね。まあ、相関関係はあるんですけども、はい、まあ、中古車の比率日本低いので、まだまだ上がってくるというふうに思っています。わかりました。今日はどうもありがとうございました。はい、ど,うぞどうぞ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。